次は皆さん、メディシンボールショベルトスですね。これはですね、今回の、スピード向上プログラムのための、トレーニングにとても有益です。特に、スタートダッシュのトレーニングですね。皆さん、スタートダッシュっていうのは、0から100に一気に動作を加速させるってことがポイントですね。加速っていうことは皆さん、物体に対して力を加えて速度を生むっていうことです。なので、全くゼロの状態から一気に爆発的に動作の初動で力を加えていくってこと。初動から力を加えることがすごく大事です。物体っていうのは、力を加える時間が長ければ長いほど大きい力を伴って大きい仕事を発揮することができます。なので皆さん、お母さんちょっと見せてもらっていいですか。こういうふうにして体幹を屈曲した状態から一気に今からショベルトスですね、ショベルで掘るような形でボールを放ってきます。体幹をしっかり固定した状態で股関節をダイナミックに伸展すること。じゃあ小川先生お見せしましょう。 OK、 もう一回いきましょう。小川先生 OK です。もちろんこういう種目は、非循環的なパワー種目ですから一発限りですよね。ショベルトスしたからのアンダーパスで股関節の伸展、体幹の固定、そして胸椎もしっかり固定することによって伸展、肩甲骨の挙上感、スローイング、こういうふうにして運動連鎖も入ってきてます。この種目すごく大事ないい種目ですから、スピード向上プログラムのために絶対やるようにしてみてください。お願いします。